キングジョイとは日本の競争馬である。主な勝ち倉は2008年、2009年の中山、大障害。2004年8月1日、小倉競馬場にてデビュー。ダート中距離を中心に18戦するが、一勝もできなかった。しばらくの休養の後、2006年5月14日に京都にて障害競争への参戦を開始。初戦こそ急着だったが、 2戦目で初勝利を挙げると、その後京都の障害オープンで3着、小倉様ジャンプでは、公営トライの2着に入りなかなかの障害センスをアピール。次戦の小倉の障害オープンで6着に敗れたのを、最後に再び休養へ。2007年4月21日に復帰。京都の障害オープンに参戦し5着とまずまずの結果を残すと、続く、 京都ジャンプステークスでは一叩きの効果が効いたか、ブロードキャスター、京都豪車のクールジョイといった馬たちを尻溶け見事に優勝。重症発生派を果たした。続く、東京ハイジャンプでは、最後片追走から追い込んでの4着に検討している。続く、小倉サマージャンプでは、前年同様2着に入り、また勝った後衛トライも前年に続く1着で2年連続、同じ1。 二着場での決着となった。そして12月のイルミネーションジャンプステークスでは三着に入った。その後、第130回中山大障害に出走。最後の直線で後方から追い込み、二着に入った。2008年初戦は、東京ハイジャンプで二着に入り、休養を挟み11月の京都ハイジャンプで勝利を収めた。その後、 クレの大一番の中山大障害に出走し最後の直線で抜けたメルシーエータイムを捉える伸び足を見せ、見事 JGI を初制覇した。また、安城の高田純も初の JGI タイトル獲得であった。2009年初戦は阪神スプリングジャンプ。一番人気に押されたが4着に終わった。その後、大一番の中山グランドジャンプに出走。 二周目の三コーナーで、スプリングゲントと共に抜け出し、叩き合いとなったが、首差の二着に敗れた。半年の休養を挟み、東京ハイジャンプでは二番人気に押されたが四着に、敗れた。そして迎えた中山大障害は、最後の直線で、メルシーエータイムとの叩き合いを制して二連覇を達成した。2010年は、一掃することなく全球。 2011年3月21日の阪神、スプリングジャンプで1年3ヶ月ぶりに、戦線復帰したが5着に終わった。続く、京都ハイジャンプでは、最初の飛び越しで落馬して、競争中止となった。2012年初戦のペガサスジャンプステークスでは、後方追走のまま10着に終わった。その後、大一番の中山グランドジャンプでは、マジェスティバイオの10着に敗れた。 4月27日付で競争馬登録を抹消され、リットレーニングセンターで乗馬となる。前兄にダートオープン競争を2勝をし、オープンクラスで活躍している名称さらいがいる。ヒーババメイ名キミコは、スプリンターズステークス連覇を果たし、その判定、ハワイアンイメージは、さつき勝馬。ありがとうございます。